私たちの住む阿南市にはあらゆる分野において実は多くの匠がいるんです。そんな匠を知っていただき、この阿南市がもっと活性化したらいいなという趣旨で作られた番組です。皆さんこんにちは。阿南情熱プロジェクト匠スペシャルのボン門田でございます。本日は富岡町に来ております。ご覧のように本日は大変立派な建物の前に来ておりますが、本日はどんな素敵な方に出会えるのか早速行ってみたいと思います。こんにちは、お世話になります。ボン門田でございます。本日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。今回ご紹介する匠は有限会社西田商事代表取締役西田義則さんです。西田商事は昭和43年創業、現在はホテル業と葬祭業をされています。創業してから45年目を迎え、3代目となる西田さんに話を伺いました。一体どんな話を聞かせてくれるのでしょうか。改めてご紹介いたします。有限会社西田商事代表取締役西田義則さんでございます。今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。社長、会社は創業昭和43年に始まって45年目を迎える3代目の社長さんでございますね。はい、おかげさまで3代続かせていただいております。西田商事さんといえば第一ホテルサンセリテと言った方がおなじみがあると思うんですが、ホテル業と葬祭業をされてるんですね。そうです。社長は高校卒業後名古屋の大学に進み、阿南に帰ってきて家業に就いたとありますが。はい、阿南に帰ってこさせていただきました。帰ってきてからは当時の社員、スタッフにですね、よくしていただきまして、ホテルの宿泊業務からそして宴会のバンケットに至る仕事にまで、とても順序よくといいますか、いろんな意味での教えていただきながら、この仕事に対するやりがいといいますか、そういった意味合いをよく親父と一緒に教えていただいたように思います。はい、とてもやりやすかったということですね。そうです、はいはい。その当時からですね、西田商事さんはさまざまに展開されてますね。はい、私どものところに関しましては、先ほど門田君もおっしゃってくれたように昭和43年に創業ですから、僕が生まれた年に、ドライブインが立ち上がります。はい。で、ドライブインからちょうど高度成長期の時代でございましたから、トラックの運転手が夜中とかでも運転してたわけなんですね。はい。で、夕食を食べに来られた方が、どっか宿泊するところはないのかというような形の依頼がよく紹介してくれということが、はい、よく言われたわけなんですけれども、この地元阿南ではホテルというのがまだどこもなかったんですね。で、私どもの阿南第一ホテルの第一というのは、地元阿南で一番目にホテルを作ったよという意味合いで、はい、まあ、うちの親父が第一ホテルを立ち上げていきます。そうだったんですね。で、第一ホテルという形でビジネスホテルをしてるんですけれども、それにも関わりませず当時レストランを使っての宴会業務であったりとか、それとか結婚式というのをさせていただくような形になりました。それで、結婚式場といいますか2階建ての宴会場を立ち上げていきます。はい。ちょうど僕が中学校2年ぐらいの時だったと思います。で、2階建ての宴会場で結婚式とか宴会とかよくしていくようになりまして、先ほど門田さんがおっしゃってくれたように、僕が大学に行ってる頃ぐらいにですね、親父がこの4階建ての建物を立ち上げて総合結婚式場として、まあ、僕も手伝いながら業務に入ってきたということになります。最初は、結婚式場だったんですね。そうですね、僕が手伝い出した頃には、はい、宴会場結婚式場でございました。はい。で、今は、葬祭業というように、まあ、着々と来られてますね。そうですね、時代の流れといいますか、はい、お客様方から先ほども言いましたように、
お客様方からヒントをいただきながらで、着実に業務に取り組んできたわけなんですけれども、ご存知のように地元ではもう本当に結婚式をなさられる、地元といいますか結婚式をなさられる若い世代の方々が非常に減少してきております。ですので何か地元にお役に立てるといいますか地元に根ざした仕事ということで、まあ、総裁用に切り替えたというのがうちの親父の考えだったように思います。結婚式場から総裁業にということだったんですが、はい、祖父である初代、父である先代社長が式をしっかりしておりましたし、従業員もとても優秀な方ばかりだったので、地域からも支持を得たのだと思います。はい、そうですか。地元地域から支持を得る、はい、大切なことですね。さて今のこの総裁業をはじめ、社長就任までの道のりなんですが、結婚から葬儀への展開はまあご苦労あったんじゃないでしょうか。そうですね、総裁業については先代が思い切った、決断をしたと思います。冠婚葬祭と一言でくくってしまいがちですが、結婚式からお葬式に変わるのですから、軌道に乗るまではそうですね大体5年ぐらいかかったように思います。5年ぐらいかかりましたですか、はい。お葬式のこの形式を覚えるだけでも大変だったんだ、大変だったんじゃないでしょうか。そうですね、僕自身も全然知らない業界でございましたし、同じ宗旨でも、まあ、真言宗とか浄土宗浄土真宗いろいろございますが、はい、地域でやり方といいますか作法の仕方とかが若干ちょっとずつ違うんですね。土地土地のやり方もございあってということになっているかと思います、はい。で、各お寺様であったりとかですね、まあ、地元の公務といいますか在所の方々とかにいろんなことを教えていただきながら、はい、なんとか今に至っていると思います。そうですか。基本は同じでもその地域で異なる部分があってややこしいんですね。その辺もちゃんとお勉強されたんですね、はい。まあ、今でもまだ勉強中なんですけれども、はいはい、葬儀とかですねそういった、形式だけに、きっちりしとって、サービスをしていったらいいというだけでもないと思うんですね。と言いますと、はい、お葬式というのはそのお家になければならない人の最後の儀式と思うんですね。自分の家のことと同じように私どもが感じて、そして思い、そして心からのおもてなしをしなければなりません。私どもの掲げる真心を込めてですね、この三世里での意味合いでもあるんですけれども、というのはそういったことというような形で私は考えています。なるほどですね。設備や技術知識だけを高めても肝心なのはそこに携わる私どもスタッフ人間だと思うんです。人の心こそ大事なのだと思います。どこまで真心が込められるかということが問題だと思います、はい。ですから、お茶とかですねコーヒーとか接遇の接客に対してのいろんな細々とした些細なことまでこだわらさせていただいております。はい、まあ、コストではなく心だと。そう思います。いうことですね。はい、そういえば、はい、お茶もコーヒーもとても美味しいですね。ありがとうございます。はい、もう飲み物が美味しいだけでホッとします。はい、そこなんですよね。同じ飲み物をお出しするのなら少しでも美味しいものをご提供したい。料理でも一緒と思います。はい。まあ、サービスを受ける側の立場としてはですね、まあ、はい、最高ですね。またサンセリテさんではこのホテルがありますので便利ですね。はい、ありがとうございます。私どもサンセリテのバンケット場の横には、ビジネスホテルがございますので、お式の時にですね親族の方や東方から来られる方がゆっくりと泊まってもらえる、体を休めてもらえるという、便利性がございます。特にお通夜の時とかでしたら、たくさんご家族来られますよね、はい。お通夜の時とかでも親族の方々が来られる。でそういった時に宿泊棟の方に家族だけちょっと行ってもらって、ちょっとしたほっとしたですねひとときを過ごしてもらえたらとも思っております。そうですね、はい、私も何回か経験あるんですがすごく疲れるんですよね。気もめいてますし、このあっちこっちの移動とかですね、もう終わった時はもうやれやれというのが実際の感想なんです、はい。
まあ、その点、遠くの身内なんかもここで宿泊していただいて、ここでおしぎというのは体にも楽ですしね、はい、用事はすべてこうお任せなんで楽ですよね、はい。まあ、そこでもう一つなんです、生花、お花なんですが、森が良いというか少し他とは違う気がするんですが、はい、ありがとうございます。よくお分かりですね、私どもサンセリテでは、お花も自社で、私どものスタッフが生けております、はい。で、先ほどの料理部門の方なんですけれども、はい、料理に関しましても料理長をはじめ私どものスタッフが一緒に、厨房の方で、料理をしていただいているということになっています、はあ。そうですね、まあ、我々ここを利用する側にもこの伝わる部分があると思うんですが、そういったことがこのスタッフさん全員にも伝わってサービスにも影響してくるでしょうね。まあ、それとここでは大きな式場ですることもできますし、はい、ご家族数人だけのお葬式もできるんですね。はい、もちろんでございます。はい、様々なニーズがあった使い方ができます。大きい小さい、回送車の多い、少ない、そういったのは関係ないですね。はい、立派な施設なので料金とかをこう気になさる方もおられるんじゃないでしょうか。はい、おっしゃる通りでございます。ご葬儀というのは本当に不明瞭で、料金設定がわからない、はい、いくらぐらいであるということが分かってたとしても請求書を持ってきてもらったら、あれこんなに増えてるのとかいうのがよくあったみたいですね。ですので私どもはブライダルから培いました、きちんとお客様方との営業面での打ち合わせ、そして資料的なもの、そしてお見積もり請求書という形をきちんと一番最初から定着させていただいております。ただどんなご葬儀でも、一つだけ絶対に、変わらないものがあると思います。絶対に変わらないもの、安心してください。絶対に変わらないもの、はい、それは私どものサービスです。サービスですか、はい、はい。これだけはどのような時でも、最高のおもてなしを心がけております。素晴らしいですね、いついかなる時も最高のサービスおもてなしいいですね、スタッフ一同匠の精神が宿っていると思います。ありがとうございます。では最後になりましたが、はい、地元阿南への思いをお願いいたします。はい、私たちは将来に夢と希望を持ち活力に満ちた若者を育てるため新たな自分を考え、発見する場、そして人間関係の大切さを体得する場、また、学校と社会をつなぐ場、職業生活や社会生活に必要な知識、この5つを加えて職場体験を実施したいとも考えております。はい、私たちが阿南の良さ、緑の山々、青く澄んだ海、そして多大なる耕作地を十分にアピールするとともに、地元阿南の皆様があって商いをさせていただいている経営者として肝に銘じ、感謝をしながら経営者として若い世代のみんなとともに地元阿南に誇りと魅力を持ってもらえるよう、また阿南で食につき阿南で過ごしたくなるような街づくり、安定した雇用、阿南の魅力づくりに微力ながら貢献できればと思っております。はい、ありがとうございます。阿南の良さもっと知ってほしいですね。そうですね、はい、本日は大変有意義な時間を過ごさせていただきました。有限会社西田商事西田義典さんでした。社長ありがとうございました。どうもありがとうございました。一人の匠の情熱に幾人もの匠の情熱が集まり、最高のものを作り出す阿南、いい街、いい人、いい出会い。今日も素晴らしい匠に出会いました。西田義典さん、ありがとうございました。